イギリスの首相の一覧は、イギリスの政府の長であり、閣議の議長を務めるイギリスの首相の一覧である。イギリスにおいて、首相職が最初に出現した具体的な日付は、存在しない。というのも、イギリスの首相の役割は、ある時点において創設されたものではなく、長い年月を経て進化してきたものだからである。首相を指す、プライムミニスターという用語は、 1805年に議会会議所民員で使用され、1880年代までには議会で使用されたことが確かであり、1905年に首相のポストは宮中席時において公式に認められた。近現代史研究からは一般的に1721年から1742年までの21年間グレートブリテンの政府を率いたロバート・オル・ポールが 初代首相であると考えている。この定義に従うと、ウォルポールは、イギリス史上最も長い期間首相を務めた人物でもある。しかしながら、公式の宮中席次で厳密に言及される場合は、ヘンリー・キャンベル・バナーマンが初代首相であり、マーガレット・サッチャーが最も長い期間首相を務めたものである。首相の肩書きを公式に使用した最初の首相は、 1878年のベルリン条約でプライムミニスター・オブ・ハー・ブリタニック・マジェスティとして署名したベンジャミン・ディズレーリである。厳密に解釈すればグレート・ブリテン及びアイルランド連合王国の最初の首相はショー・ピットであった。現在のイギリスであるグレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国の最初の首相はボナーローであったが公式には スタンリー・ボールドウィンが首相であった1927年までの間、国名は解消されなかった。首相のポストは、全身的に進化してきたために、首相の称号は、初期の首相には、訴求的にのみ適用される。このことは、時として、学術的な議論を起こしている。初代バース伯爵、ウィリアム・パルトニート。 第二代オルドグレーブ伯爵、ジェームズ・オルドグレーブの両名は、首相の一覧に記載されることもある。バース伯爵は1746年に、ヘンリー・ペラムの辞任を受けて、祖格を打診された。ボルドグレーブ伯爵も1757年に、ウィリアム・ピットの罷免を受けて、同様に打診された。だが、両者とも政府を組織するために、 十分な議会の指示を得ることができなかった。バース伯爵は、わずか2日後に、ウォルドグレーブ伯爵も4日後に、それぞれ退陣した。現代の学術的な意見は、両者とも、首相職を保持した人物とはみなされないものとすることで、一致しており、首相の一覧にも記載されない。ハノーバー朝以前のイングランド王国大倉省は、大倉卿が率いていた。 大倉教は、チューダー長後期にはすでに国務大官の一つとされており、たびたび政府を主導する人物として扱われた。例えば、1547年から1549年までの大倉教初代サマセット公爵、エドワード・シーモアは未成年のエドワード6世の知性に、五国教を務め、1572年から1598年までの大倉教初代。 バーリー男爵、ウィリアム・セシルは、エリザベス一世の重臣として、国政を主導した。バーリー男爵の息子にあたる初代ソールズベリー伯爵、ロバート・セシルは1598年から1603年まで、エリザベス一世の首席大臣を務め、ジェームズ一世の知性では1608年から1612年まで、大倉卿を務めた。スチュアート後期の大蔵は、 大倉卿一人ではなく、第一、大倉卿を超都市大倉教委員で構成される、大倉教委員会が率いることが多かった。最後の大倉卿となった、初代ゴドルフィン伯爵シドニーゴドルフィンと、初代オックスフォードモーティマー伯爵ロバート・ハーレーは、アン・ジョー王の知性に政府を率いた。1714年に、ジョージ一世が即位した後、 大倉卿は任命されず、大倉教委員会が常設となった。その後の3年間で政府を率いたのは、北部担当国務大臣の第2代、タウンゼンド子爵チャールズ・タウンゼンドだった。タウンゼンド子爵の後は、初代スタンホープ伯爵、ジェームズ・スタンホープと、第3代、サンダーランド伯爵チャールズ・スペンサーが共同で政府を、引き、スタンホープが外交を、 サンダーランドが内政を担当した。スタンホープが1721年2月に死去、サンダーランドが同年4月に辞任すると、タウンゼンド司釈とロバート・オールポールが公認となった。それ以降、第一大倉卿の官職に任命された人物は、首相とされた。首相が公式に官職として設立されたのは時代を下って、エドワード朝のことである。現代では、 首相が第一、大倉卿に任命されることは、監修法として定着しているが、1766年から1768年までの、首相チャタム伯爵と19世紀末にサンド首相を、務めたソールズベリー公爵といった例外もある。所属政党ホイッグ党トーリー党保守党ピール派、ホイッグ党自由党労働党国民労働党、 国王ジョージ1世時代とジョージ2世時代国王、ジョージ3世時代国王ジョージ3世時代国王、ジョージ4世時代国王はウィリアム四世時代。ジョー・ビクトリア時代国王エドワード7世、時代国王ジョージ5世時代国王ジョージ5世と、エドワード8世の時代国王ジョージ6世時代女王、エリザベス2世時代。ありがとうございます。